1991年に登場し、鈴木カプチーノやマツダ AZ1 とともに K2 シーターブームを作った車がホンダビートだ。量産軽自動車の常識を超えた歴史に残るミッドシップオープンカーである。ボディサイズは全長3295mm、全幅1395mm、全高1175mm、車重も760kg と超軽量級だ。ロールバーも持たない完全ツーシーターオープンで、ホロは完全手動式だったが、何より軽いためその開閉は一人でも苦にならなかった。前後重量配分は43対57と理想的で、リアフェンダーにはエンジン冷却のための本物のエアインテークがつく。タイヤも理想のハンドリングを追求した結果、フロント13インチ、リア14インチという前後異形サイズを採用。ブレーキも軽自動車初の四輪ディスクをおごるという気合の入れようだ。64馬力を発揮する 656cc の直列3気筒 NA エンジンは、 F1 技術を応用したといわれる多連スロットルやエンジンコントロールシステムを備える。ギアボックスは5速マニュアルのみで、そのシフトストロークは極めてショートタッチ。インテリアもユニークで、インパネにはバイクのような独立3連メーターが置かれ、シート生地はゼブラ模様と遊び心にあふれていた。その走りはとにかく痛快の一言。わざわざワインディングまで出かけなくても、いつもの見慣れた街角を走るだけでスポーツカーの喜びを堪能できたのである。ビートの生産は1996年まで続き、総販売台数は 33,672 台に及んだ。コストがかかったことは間違いないが、ホンダには永遠に作り続けてほしかった珠玉の一台である。